デルタとか、で、いろよっいしゃ、ろこね、な。れはもう、この予定通り、確認されたじゃないですか、日本で。で、次は、データを、データ、イータ、シータっていう、この順番で一応、計画を全部、されてってんですよ。で、最初、オメガで、それが、23年の2月っていうことなんだけど、これが決着するのに2年っていう。だから、2005年の2月っていう、そのくらいで、2025年の2月ぐらいで、このオメガが定着。定着っていうか、そういうふうになるっていうんで、それまでの間っていうのは、ずっとこれが入り組んで出てくるっていうんですよ。なるほど。製薬会社のこれ計画。これはね、多分大学だと思うんで大す。学、まあ、アメリカ？アメリカだと思うんですアよ。メリカっぽいですね。の、これ、ワールド、エコノミックフォーラム。国際経済フォーラム。計画で、まあ、これから先のですね、このワクチン、まあ、ワクチンじゃなくて、ウイルウイルススです。に対応する、いや、流行するウイルス。流行するウイルスの変異株変異株です。の予想みたいなものですかね。計画と言ってました。計画。予想じゃなくて、計画で、こういう計画で進行しますっていう。こういう計画で進行していくっていうので、まあ、デルタとかラムダとかっていうね、どん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 いろいろあるんですけど、最後がまあオメガっていう形で、まあ多分20個ぐらいあるのかな、なりあっますね。て、それがオメガが2023年の2月に発動ってなってますね、この。それで、それが決着するのに2年か2かる。年かかるから2025年の、まあ、2月頃までこのウイルス騒動っていうのは続くんじゃないかという見通しなわけですね、この。だからその間、当然経済もまあ疲弊していってし冷えしてまると。うという可能性だからが。ワクチンに次ぐワクチンっていう形になると思います。今現在打ってるワクチンっていうのは、デルタ株には全然効かないんですよ。これはイスラエルで確認されてるじゃないですか。あそこは6割強、7割近い人がワクチンを打ってて、そのワクチンを打った人の約4割がデルタ株にかかってるんですね。っていうことは、まあ軽く済むのかもしれないけど、その辺がちょっと当てにならないっていうか。今、ウイルスの計画はジョン・ホプキンス大学だったと思いますということで、その通りですね。ジョン・ホプキンス大学です。それの発表ですね、この計画は。そうですね。なるほど。まあ、だから、ちょっとね、話は、それちゃうかもしれないんですけども、このウイルス、まあ、今年の12月にね、何が、かがあるかもしれないっていう噂は、ちょっとわからないんですけれわどからないですも、ね。まあ、ちょっと経済の、ね、こういう崩壊とかが、今のこのトランプさんの、とバイデンさんの、いういざこざの中からもう一回そんな、ね、可能性が出てくるんじゃないかっていう、まあ、流れも確かに、それが期限がなんかそれで、そのまた金融関係のリセットの、ね、期限が伸び伸びになってたのが一応この年内の秋過ぎぐらいに決着するかもねってまた話は出てるらしいんですけれども、まあ、それとリンクしてるかわからないものの、そもそもこのでも今起こっている大きな変化のこの、まあ、ウイルスのこととワクチンのこととかは、ね、もう、まあ、世界でもワクチンが普及して、まあ、日本でももう5000万人とか60005000万万人、人。までね、来てるってことで、じゃあこれでもうみんなマスクからも解放されて、世の中も、ね、平常通りになるかって言ったら、まだまだちょっと、もうデータ株でダメってことになってるじゃない。結局、まあ、ワクチンね、イスラエルなんかの、最初にどん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 それを仕掛けていった国が結局ぶり返して、ね、意味がなかったような形になってるので、ずっとこういうワクチン打ってはまた新しい変異がなってっていうのがずる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 、
終わらないんじゃないかっていう可能性が、はい、だからまた新しいワクチンが作られて新しいワクチンを次から次へ打っていくようになるんじゃないか。実際に今出てるワクチンパスポートっていうのは、はい、要は高いワクチンを買っちゃってるわけですよ。うん、でもそれが無意味だよ、効かないよって言って廃棄する、本当は廃棄してくれればいいんですけど、はい、廃棄するってことになったら高いお金で税金を使ってそれを買ってそれをゴミにポイってしていいのかっていう問題が出てくるじゃないですか。うん、だからどうしても次のワクチンが出てくるまでに今のワクチンを消化したいっていうのがあるみたいなんですね。うん、でそれを消化するためにワクチンパスポートっていう、うん、だからそれをやってる人たちも今のワクチンがデルタ株には効かないっていうことを承知はしてるみたいなんです。うんうんうん、ただ残しておいたら自分たちの責任になっちゃうじゃないですか。はい、その責任回避のために要はワクチンパスポートを使ってるっていうことなんで、その論法でいくとこれから次のデルタ株用のが出てきます。うん、そしたらイプシロンが流行って、じゃあ今度はイプシロン用のっていうことで、うん、大体半年ごとかな、うんうんうん、から3ヶ月ごとぐらいにワクチンを次々打つようになるんじゃないかって。で最終的にそのウイルスだらけの体になった人間が最後どうなるかっていうことについては考えられてないみたいです。うんうんうん、だからちょっと怖いなっていうふうには思ってます。なるほどですね。それとそれだけ次から次へ出てきたときに本当にワクチンを打つ人がどれだけいるんだろうっていう。そうですね。結局やっても無駄なんじゃないの、また次の出てくるんじゃないのってことになったら打たなくなっちゃうような気がするんですね。まあね、さすがにもう3回目ぐらい前だったらもしかしたらね、はい、ワクチン神話っていうか信仰がまだ、まあ、貫き通せるかもしれませんけども、うん、4回5回ってなってきたらね、ちょっと無理かなって、ね、で結構ワクチンを打ったために重病になったりなんかって公表されないんですよ。うん、意外とコロナにかかってる数に匹敵はしないんだけども、結構な数の副作用を受けた方がいるんですね。僕が結構これは本当身近な人たちで結構いろんな話聞いてますよ。うん、打っちゃった、まあ身近な人で打った人はいないんですけども、その友達とか、本当家族とか、噂話じゃなくて、本当にその知り合いの誰かが打ったら意識失っちゃったとかですね、はい、心肺停止になっちゃったとか、そういう話結構いっぱい出てきてるんで、うん、で、結構それも有名な方が、ぶったれちゃったら、はい、テレビとかに出てるような方が倒れちゃった話とかもあるんですけれども、うん、でもやっぱり報道されないんですよ。で、あ、まあ、あんま言わない方がいいな、ちょっと分からない問題が出ちゃうので、隠されてますね、これ、はい、完全に。病院とかもグルになって隠してるんで。だからもう一切出てこないんですよ。そうですね。そういうのが。うん、だから実際にそれで亡くなったこともいるっていうし、うん、それから、要は、半年経ってもまだ退院できない、うん、そういう方もいるっていうことなんで、だからそれが今は隠し通せるけど、うん、これがだんだん先に行くに従って隠せなくなってくるような気がするんですよ。うん、そうなってきた時にどうするんだろうなっていう。